こんにちは、カオルです。私たちのような凡人が周りより資産を増やしていきたいと思ったら、ある程度の節約はしなければいけません。もちろん切り詰めすぎて若い時の大切な時間を犠牲にしてしまっては意味がないんですけど、お金を使うものと使わないものをしっかり分けることは重要だと思います。今日は年収400万円くらいで働きながら30代で4000万円の金融資産を貯めることができた私が、節約のためにやめたこととかしていないことを紹介していきます。節約マスクのお金の話。最初はコンタクトレンズの常用です。私は視力が悪いので昔はコンタクトレンズを毎日つけていました。目がいい人はあんまり知らないかもしれないですけど、今は眼科に行くと基本的に使い捨てのコンタクトレンズをお勧めされます。1日で使い捨てするタイプと2週間で使い捨てするタイプがあって、当然2週間の方がかなりコスパはいいです。ただ2ウィークの場合は使用した後に洗わなくちゃいけなくて、毎日だと結構めんどくさいんですよね。まあ、それでもさすがに1では高すぎるので2ウィークを使用していたんですけど、ある時そもそもコンタクトレンズいるかって思ったんです。最初に私がコンタクトレンズをつけたきっかけは、学生時代にバレーボールをやっていて、メガネだとやりにくいからだったんですね。でも別に社会人になってからは職場で突然スパイクを打たれたりしないので、絶対に必要なものではなくなっていました。皆さんは職場でジャンプサーブを打ちますか？精度の高いトスを要求されることはありますか？ないですよね。じゃあコンタクトレンズは必要ないんです。ただこうは言っても、世の中のコンタクトレンジャーが言いたいことはわかります。俺たちはバレーボールをするためにコンタクトレンズをつけてるんじゃない、見た目を良くしたいんだっていう話ですよね。確かにメガネをかけてしまうとどうしても硬い人に見えてしまったり、女の子にモテないと感じてしまうかもしれません。でも申し訳ないですけど、あなたがモテないのはメガネのせいではありません。そんな風に思っている人はメガネに謝ってください。ガリレオの福山雅治さんも、ちはやふるの新田真剣佑さんも、オタクに恋は難しいの山崎賢人さんも、イケメンはメガネをかけてもイケメンなんです。メガネをかけたからといってあなたの魅力が減ってしまうわけではありません。でもコンタクトレンズを買えばあなたのお金は確実に減ります。使い捨てコンタクトレンズは2ウィークだったとしても結構高額な固定費なので、ここを削ることができればかなり大きいです。仕事で疲れて帰った後に毎日ちまちま洗う手間もなくなるので、生活にとっても大きくプラスになります。ちなみに私は普段はメガネで過ごしているんですけど、 YouTube の動画を撮影している時だけはコンタクトレンズをしています。理由はその方が人気が出ると思ったからです。どうもすみませんでした。次は他人の目だけを気にしてお金を使うことです。これは本当に大事だと個人的には思うんですけど、他人の目にどう見えるかだけを気にしてお金を使うのは無意味です。マスクをしてるのに鼻を出してる人くらい無意味です。男なのに軽自動車に乗ってるのは恥ずかしいから普通車にしようとか、本当はキャンメイクで十分だけどいい年してプチプラは恥ずかしいからデパコスを買っているとか、いつも同じ服を着てると思われると嫌だからとりあえず新しい服を買おうとか、レストランでドリンクはいかがですかって聞かれて、頼まないとケチ臭いやつだと思われるかなって思って別に頼みたくもないけどドリンクを頼むとか、こういうのは本当にやめた方がいいと思うし、私はやらないようにしています。もちろん他人の目が気になる気持ちは痛いほどわかります。でも他人の目が気になるという理由だけで使ったお金で誰かが幸せになりますか？お金っていうのは自分とか他人が幸せになるために使うものだと思っているので、自分が使いたくないと思っている時に使うべきではありません。そして他人もあなたの謎の見栄で使ったお金で幸せにはなりません。あなたが軽自動車に乗っていて普通車に乗り換えたら、お、いいじゃんって口では言いますけど、心の中ではどうでもいいじゃんって思ってます。私は無理してデパコスを使っている女性より、キャンメイクとかセザンヌとかジフレを使いこなしている女性の方に好感を持ちます。自分の使いたいものに使えるお金を増やすためにも、他人の目だけを気にしてお金を使うのはやめましょう。ただ勘違いしないでほしいのが、他人の目を気にして自分のためにしたいことをするのはいいと思います。例えば
どうしても顔にコンプレックスがあって、人からよく見られたくて整形をするとかそういうのですね。自分が本気でやりたいと思ってお金を使うのは全く問題ありません。私が言いたいのは、別に自分はそこにお金を使いたいと思ってもいないけど、他人の目を気にして使っちゃうお金がもったいないなっていうお話です。次は自分へのご褒美です。これは女の子がよくやっているイメージがあるんですけど、節約をしている人はやらない方がいいと思います。節約っていう言葉を調べると、無駄を省いて切り詰めることっていう意味が書いてあるんですけど、自分へのご褒美ってもはや真逆じゃんって思うんです。とはいえ、確かにストレスをためるのは良くないし、モチベーションを上げるためにもお金を使って至福の時間を過ごすことが必要な人もいるかもしれません。そういう人はご褒美っていうよりは、月に1回美味しいケーキを食べるとか、エステに行くとか決めておくのはどうでしょうか。最初から必要経費として予算に組み込んでおいた方が、結果的に同じお金を使ったとしても意識としてはいいんじゃないかなって思います。次はお腹いっぱい食べることです。20代前半くらいの頃は結構お腹いっぱいになるまで食べていましたけど、もうやめました。お腹いっぱいまで食べるのはバカがやることです。どうしてもたくさん食べたい人はギャル曽根さんみたいに大食いタレントを目指してください。あそこまで突き抜ければご飯を食べることで飯が食えるようになるので問題ありません。普通の人は腹8分くらいで抑えておかないと健康にも良くないし、その後の活動でもいいパフォーマンスを発揮できません。そしてお腹いっぱいになるまで食べちゃうと、胃がそこまで満たされないと満足できない体になっちゃうんですよね。だから次もお腹いっぱい食べて、次もお腹いっぱい食べての悪循環になって食費がかさむことになります。めちゃめちゃ単純化した計算ですけど、月に3万円食費がかかっているとして、腹8分に抑えたら2万4000円になるので、1年で7万2000円の節約になります。食費だけの問題じゃなくて、生活習慣病になるリスクとかも下げることができるので、医療費が節約できる可能性も高くなります。特にお給料が安い人はエンゲル係数が高くなりがちなので注意しましょう。次はお酒です。昔は友達との付き合いで少しは飲むこともあったんですけど、今は全く飲まなくなりました。そもそもお酒が美味しいと思うことがあんまりなくて、酔っても全く気持ちよくなったことがないんですよね。気持ち悪くなったことはあるんですけど、これは私の好みとか体質がたまたま特殊なだけなので、あんまり参考にはならないかもしれません。でもお酒をよく飲む人と全く飲まない人では、資産は信じられないくらい大きな差がつくような気はします。普通に毎日ビールを1本飲むだけでも月に5000円くらいはかかると思うので、よく飲む人だと1万円は軽く超えてくるんじゃないでしょうか。家での晩酌だけじゃなくて、外に飲みに行く人はもっと高くなるはずです。お酒で嫌なことを忘れてリフレッシュする人もいますし、俺は酒を飲むために働いてるんだっていう人もいるかもしれませんので、やめた方がいいとは言いません。ただ自分のお酒代が自分の収入に見合っているのかは計算してみるのもいいかもしれません。次はタバコです。私は一度もまともにタバコを吸ったことがないので、吸う人の気持ちがさっぱり理解できません。肺を蝕む有毒な煙を吸い込んで、もっと有毒な副流煙を口から吹いて何が楽しいんでしょうか。やってることはグレーと無駄と同じです。私の周りでタバコを吸っている人は何人もいますけど、惰性で吸い続けているだけで、本当はやめたいと思っている人が結構多いんですよね。ここがお酒と大きく違うポイントで、吸って幸せを感じるというより吸わなくてイライラしているだけのような気がします。そしてタバコはかなり値段が高いです。しかも高い理由は大量に税金がかかっているからで、合計すると540円のタバコ1箱のうち333円が税金になるらしいです。喫煙者は高い税金を払ってようやく手元に残ったお給料から税金で値段が膨れ上がったタバコを買って、自分や周りの健康に被害を及ぼす毒性の煙を鼻から吹き出しているんです。完全にクレイジーです。グレーとムタは毒霧を吹いてお金を稼いでいます。これはまだ理解できます。でもいいように増税されまくって高くなったタバコをわざわざ買って有害物質を取り入れることにメリットはありません。吸える場所がどんどん減っていって、肩身も狭いでしょうし、
肌が黒くなる可能性もありますし、依存症になるリスクもあります。あらゆる面でタバコを吸う意味はないと思っているので、私はタバコを吸っていません。次はギャンブルです。これは一度やってしまうとハマってしまう可能性があるし、いくらでもお金が溶けていくので一番恐ろしい存在だと思います。友達にパチンコとかやってる人はいるんですけど、誘われても絶対に行きません。ただその友達から聞いて意外だったのが、パチンコって結構還元率が高いらしいんですよね。ギャンブルをやってる人は聞いたことがあると思いますけど、競馬とか競艇とかの公営のギャンブルはだいたい還元率が 75% くらいなのに対して、パチンコとかスロットは 80% から 85% くらいあると言われています。まあ、パチンコの還元率は何を根拠に出しているのかわからないので、あんまり信用はできませんけど、一応1万円使ったら平均的に8000円くらいは戻ってくるということです。もちろんこれは平均の話なので、1万円が5万円になる人もいれば、1万円が0円になる人もいます。実際のイメージは、お客さんが出したお金のうちの 20% をパチンコ屋さんが持っていって、残りの 80% をお客さんたちで奪い合っている感じですね。ただパチンコをやる人のほとんどはやめられなくなっているので、たとえ5万円買ったとしても、その5万円が0円になるまで結局やめません。そして競馬とか競艇と違って、プレイ時間がだらだら長くなりがちです。もちろんそれで払ったお金の分だけ楽しい時間を過ごせているなら何も言いませんけど、ただただ時間を浪費しているだけなら、パチンコに使うお金は全てインデックスファンドに持ち込む方が個人的にはいいと思います。次はスマホゲームです。少しやったことはあるんですけど、これ本当にすごいですよね。無駄なお金をほとんど使わないめちゃめちゃ節約家の私が、ああ課金してガチャ回したいなってちょっと思っちゃうくらいよくできています。昔課金型のゲームで、運営側がテキストを入れ忘れて、プレイヤーがジャブジャブ課金したくなるような社交心を煽りまくる説明文章っていう、どんな文章を入れるかを指示したテキストがそのまま表示されて炎上した事件がありました。運営側が普段どんな企画会議をしているのか想像できるような文章で、すごい面白い炎上でした。課金はしたことないですけど、制作人の巧みな努力によってしたくなってしまう魔力が間違いなくあるので注意が必要です。私はアプリをアンインストールしてゲーム自体をしないようにしました。無料で楽しむ分にはいいのかもしれないですけど、時間もかなり消費してしまうので、趣味がゲームの人以外は手を出さないのが無難だと思います。次はどうでもいい人との交流です。付き合いで行きたくもない人とご飯に行くことってあるじゃないですか。会社関係だったり、微妙なお友達からのお食事会のお誘いだったり、これって時間もお金も無駄になるだけなんですよね。もちろん人間関係を良好に保つことはすごく大事だし、人生においては人脈が役に立つケースも数多くあります。なので自分が今後もずっと大事にしていきたいと思う人間関係だけを大事にして、後のクソみたいな人間からの絡みは完全に無視すればいいと思います。自分が好きでもないのにゴルフとかやりだしたら、膨大なお金と時間を消費してストレスが増えるだけです。嫌ならはっきりと断りましょう。ゴルフだったら腰が悪いからできないんですの一言で済みます。まあ社会人としてどうなんだっていう意見もあるかもしれません。このマスク野郎、自分のことしか考えてないなっていう人もいるでしょう。ただそんなことを言ってくる人は私にとってはどうでもいい人間なので完全に無視します。次は美容室に行くことです。私は美容院に行くのをやめて、髪の毛はセルフカットをしています。カット代が3000円で2ヶ月に1回美容院に行くと仮定すると、年間1万8000円になります。セルフカットならそれが丸々0円になる上に、美容院に行く手間もありません。口下手な人によくある美容師さんとの会話が弾まないという悩みも一発で解決です。髪型をオーダーするときに吉沢亮君の画像を見せたら、うわ、こいつこの面で吉沢亮君目指してやがるって美容師さんに心の中で思われるんじゃないかって不安になることもありません。すごく気楽なので、今はセルフカットがかなり気に入っています。ただ髪型がめちゃめちゃ変になるかもしれないっていうちょっとしたデメリットもあるので、一応注意してください。美容院代については別の動画でも詳しくお話ししています。ということで、私が節約のためにやめたこととやらないことでした。少しでも参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは節約とか投資とかお金に関するお話をいろいろとしています。
一緒にお勉強してくださる方は他の動画を見ていってください。最後までご視聴していただきありがとうございました。